うわー、わしがライムじゃ。ということで、全人類待望のゴクフェス第2弾やっていきたいなと思います。はい、ということで皆さん、ここまでの動画見てきましたか？ライトニングとかプロンプトとかアリゼとかね、使ってみた動画アップしてきましたよ、私。で、今日も時間あるかちょっとわからないけど、まあ明日以降だね、多分ね、今日当てたガチャについては。で、まあ、今回のフェスについては、第1弾とかでも言いましたけど、このガチャ僕回すんですけど、仮に何も当たらなかった場合、まああると思うんですよ、きっと。例えば、ケフカのね、この第3覚醒がしか当たらなかったとか、LB チェーンしか当たらなかったよ、みたいなこともあると思うんですけど、大丈夫です。皆さんのね、お力を借りて、僕は他の端末で使ってみた動画やるんで。なので、この今回のケフカとか、マリアとか、それからセリスか、の使ってみた動画もやりたいと思ってます。で、今回第2弾については、全員アクセル審議が入っているので、で、さらにですね、まあ、新しい D 格とかもね、気になるところだよね。マリアのこの、第 2D 格。これと、あとマリアについては、シンクロ ?ATB が3回なしになるシンクロとかもあったりしますしね。その辺と組み合わせるとどうなのとか。あと、それからセリスとかもですね、僕が今までセリスの使ってみた動画って多分、一つもアップしてきてないと思うんだよね。多分。僕が記憶してる限りでは。なんせ、僕セリスの D 格持っていないので。だから今回の、まあ、ガチャで当たればね、いいし、まあ、あれは召喚スタンプでも今回セリスのね、D 格入っているので、まあ、なんか、いい引きができればいいかなとは思ってるんですけど。はい。で、あと、ケフコはもう解説動画でも言った通りね、もともとシンクロ強いキャラでしたので、クリスタル審議等が当たると、上書きできるんで、シンクロアビが。っていうところで、まあ、ケフカも相当気になる存在だよ、ということです。はい。で、一応僕の今の手持ちが残り173ミサイルと、あとジェムが8300っていうことになってるんだよね。この3ヶ月間もうドリセレ以外ほぼ無課金税なので、ほぼっていうか、マジでドリセレ以外無課金税でやってきたので、すごいですよ。今、無課金フェスやってるからね、まだ。まだ全然手をつけてないからね。無課金フェスです、私。珍しい。無課金でフェスに挑むなんてもう何年ぶりだろうっていうね。まあ、ということで、まあ、11連行こうか。そうだよね。よくよく考えたらその無課金なんだよな。すごいね。5年ぶりぐらいかもしんない。無課金でフェスやるの。もしかして。さあ。さあ。MOG 来るか？さあ、スキップ。あ、来るね。MOG。なんだ？ MOG 何だ？盾。盾っていう時点でセリスか。ごめん、全然見てなかった。武器、これ何なのか全然わかんないわ、これ。なんだこれ。全然わかんねえ。想像もつかないな、これ。あ、プロンプトの新しいドレスレコードだね。おお、セリス C。セリス C。陽光ミスティカルスノー。これ英雄の盾なんだね。へえ。はい。そう、セリスね、マジで D 格以外揃ってきてんだよな。セリス究極審議もあって、もうマジであと D 格だけっていうね。王手なんだけど、一応メイン技が出ないんですよ。はい。22連します。22連いきます。ああ、私の貴重なミスリルが、貴重なミスリルが、無課金勢の方はこういう気持ちなんだろうな。一回一回ガチャ回すときに。おし！これは熱い！これは熱い！これ英雄の盾4つだったらブチギレるけど。英雄の盾。前代未聞の英雄の盾3つパターンあるけどね。さあ、どうじゃ？お、2つ。これマリアだな。第2D 格だ。あ、
これはセリスだよね、さすがにね。お、ケフカっぽい。この笛はケフカだな。ちょっとあれだね、いい具合になんかばらけてんね。ああ、ケフカのアクセル審議か。ケフカのアクセル審議と、マリアのオバフロ審議か、これ。いらねえ。いらねえな。いらねえ。いらねえ。で、マリアの第二輪郭だね。まあ、これはまあいいけど。なるほど。なるほど。まあ、22連にしてはまだいい引きか。こっからだね、勝負はね。こっからですよ、皆さん。こっからだね。こっからだわ。ラインナップの3分の1を消化し終えたんで、次だね。次からが怖いね。ああ、私の希少なミスリルが、言えてなかったね、今ね。希少なミスリルが、1個。これでね、あれが出てくれたらもう終わりと思ってんだよな。これであれが出てきてくれたら、あれが出たらもう終わり、帰る。私はもう、キビツを返す。あ、ゴミ。GOMI。GOMI、ゴミ。いやー、僕は早く帰りたいのに。ゴミ。GOMI、ゴミ。あ、あとでもあれだよね、そういえば。ギフトダンジョンと、あとお年玉のミスリルがあるはずなんだよ。お年玉30個で、あと、ギフダンでも30個もらえるよね。つまり60個。で、さらにまだイベントとかもあるし、タクティクスね、のやつも来るし、あと、もろもろまだイベントあるよね。って考えると、まあ、ギリミスリル100個いくかな、正月。いかないか、そんなにいかないと思うけど、まあ、70、80ぐらい行くってことを考えると、44連行こうかな。44連行っちゃおっかな。ちょっと単発間に挟んどくわ。あれ欲しいんだよね。正直別に僕はセフィロスあんまり求めてないので、今。僕の心情としては。解説動画でも言った通り。今、セフィロスだって今の装備で割と十分感あるよね。なんかもちろん、クリシン使えば強いのはわかるけど。なんかね、ってことを考えるとだ。あー、ちょっとね、あれ欲しいんじゃね。あれが欲しいんすよ、僕。あれが欲しいんだよな。あれが欲しいんだよな。44連やるか?お、ついにミスリルに。あ、僕の貴重なミスリルが。もうこれでミスリルゼロになったね。ついにジェムを、おっと、もうこれもう、ケフカの第三覚醒確定だよね。確定です、これ。一個しか入ってないんだもん。一つしかないんだもの。それはもう、ケフカの第三覚醒だよね。ただこれ、ケフカの第三覚醒って、マジで必殺技揃ってたら、これ使うタイミングなくねって思っちゃうんだよな。なんかよっぽどなんか超長期戦になるか、あるいはなんだろうな。でも使わないよな、この毒ダメージの効果。一旦アップ大、生かしたい人は使うのかもしんないけど、なんかよっぽど限られたタイミングになっちゃうよな。装備がね、全然揃ってないとかであればいいと思うけど、あえて今このクリシンの環境で第三覚醒まで打つかって言われると、打たないよね。うわぁ、どうすっかな、これ。悩むな。今回のフェスで一番欲しいの、二段にあるんだよな。ちょっと待って。どうすっかな。三段が、セフィロス、アーシェ、ラグナでしょ?で、アドリュックか。正直そんな第三段に惹かれねえしな。で、第四段がスコール、ベアトリックス。あ、そうか、ベアトリックスめちゃくちゃ、バチクソ強くなったんだよね。
多分タクティクス勢が出てきたからだと思うな、多分ね。多分そういう理由だと思う、おそらく。タクティクスキャラいるのに、今さらベアトリクスなんてっていう人に向けた、先んじた、強化だと思うんだけど。あー、55連するか。55連するか。いや、マジであれが欲しいんだよな、今回のフェス。一番あれが欲しい。一番あれが欲しい。マジで。あれが出るんだったらもうフェス終わりにしてもいいぐらいなんだよな。いきます、キップ。よし、MOG。頼むぞ。オバフロ審議とかそういうのやめろよ。一個だけか？強え。うわー。うわー。うわー。しんど。しんど。杖ってなんだ？あ、ケフカの LB チェインね。なるほど。これ闇チェインなんだね。何気にね。まあ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 、ケフカ闇パーティーでほぼ外すことないからまあ、いいんだけどね。持ってて絶対損ないし、LB チェインなんか。もう行くわ。ここでもう全部使おう。ははははは。66連。もう行くわ。これで最後だね。これで出ても出なくても終わりだね。終わりです。で、あとまあ、この後課金するかどうかちょっとわかんないな。でも、ちょっとだけ課金するか。一発分、一発っつうか。あ、これでさすがに出てくんないとマジでしんどいわ。これでさすがに出してくれ。これでさすがに終わろうぜ。もう、でも課金しないからね。これで。おーしよし、3つ。剣。剣。剣。ちょっとちょっとちょっとちょっ、うわーマジかよ。終わった、マジかよ。終わった僕の、お、あ、お、うごごごごご、うごご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 ご、ケフカのクリシーンとは一体。はい、ということで、もう僕はおとなしく、まあ、また円屋さんに借りるわ。もうこれは、もう完全に他の人の力をお借りして、ケフカ使ってみてアップするんで。でもあれだね、セリス、究極とアクセルシーンに出たでしょ？これマジでセリスめちゃめちゃ揃ったな。あとマジで D 角だけないんだよな、多分。ちょっと待って。ちょっと試しに見てみようか。マジでね、セリスめっちゃあるんだよ、 D 角以外。ほら、この厚いラインナップで、こね、クリシン、アクシン、究極2種あるでしょ。だって究極2種あって、でシンクロも覚醒2つもあって、新奥義もあるでしょ。マジであと足んないの D 角だな。 D 角です。あれ、セリスってゲージ戦技あるの？あ、ゲージ戦技出たんだっけ？前回のガチャで出たのか、ゲージ戦技。持ってないけど。まあ、そんなのは使ってみた動画では、些細なことだよね。とりあえず、どれぐらいの動きが できるか見れればいいわけだから。で、D 角の入手手段なんだけど、今回新しい、あれ？今回入ってる D 角って、今回入ってる D 角ってあれ復刻？なんだっけ？これ確か復刻のやつだよね。復刻のやつだよね。ツインエレメントモード、氷性属性両方いけるタイプのやつで、で、確か選べる D 角で、セリス入って、入ってるよね。そう、入ってるよね。あ、でもこれ待って、聖まといのやつなんだ。聖まとい D か。ちょっとあれだな。微妙。微妙いな。微妙いな。まあでも使えないことはないんだけどね。千夜日でさ、氷と聖属性両方対応してるから。別に打てないことないし、これもあれか、発揮属性まといだから、
まあいけないことないけど、いけないことないけど、で、あとどっちにしてもフェススタンプが150連しないと届かないんだよね。あーって考えるとあれだな、今回のフェス150連まではやろうかな。一回課金して、あともらえる石あるでしょう、あの分と一回の課金分で、まあ、55連までは全然いけると思うんで、それでいこっか。あと3段と4段回して僕のフェス終わりみたいな感じで、出なかった武器、まあ、今回のケフカとかに関してはまあ他の方の端末を借りて遊ぶということにしたいと思います。はい、いやー、まあ悪くない引きだったとは思うよ。でもまあそこそこ出たもんね。セリスがほとんど出たっていうのもあるので、一番最悪な引き方では全然ないと思うんですけど、まあやっぱ厳しいわ。やっぱ物欲センサーがさ、ケフカ欲しかったなぁ。まあ、またいつかのタイミングで狙っていきましょう、この辺に関しては。はい、といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。